个地方就有江湖，对，像是 AKB48 这种充满 girls 的世界里更是如此。松井朱莉奈与宫胁夏良两人同为 AKB 集团核心人物，一山不容二虎的状况更是严重。日前 AKB 总选举小樱花宫胁夏良败下阵来，只拿下第三，难过喷泪。私は今年で最後の総選挙にしようと思って立候補しました。まだ卒業するわけではないので、これからは悲しいこととか辛いことばっかりじゃなくて、笑顔でいっぱいのアイドル人生にしたいなって思います。拿下一姐宝座，打败宿敌的朱莉奈登上王位时，对比伤心的小樱花，实在反差太大。ここまで連れてきてくださった皆さん、まずは本当にありがとうございます。48グループを1位にしないと気が済まない。お互いが信じ合えば、また48グループはアイドル界のトップになれます。以及气势就是不一样，在舞台上直接 Q 小樱花，感谢他成为对手。这惊天地泣鬼神的一爆，让高速关系更让人好奇。私は再会の誓いの瞬間に、さくらさんにもっとちゃんと踊ってって言いました。じゃないと AKB が終わるから。それを言ったら、さくらさんは出れなくなっちゃいました。悲しいです。だからごめんねって言いました。我一时没想过给他，我真的要让他放心放心。看得出笑良脸部挤出了比乳沟更僵硬的笑容。在 AKB 里，大家都是互爱互敬的队友。在 Produce 48，笑良与朱莉奈两人又对上了。这场女人的战争，两人一路从 AKB 站到 Produce 48，只能说喉咙老亏丢进波，加油啦，两位！女人何苦为难女人？我们一样有最脆弱。